ブル,ルブルッセル市、ブルッセル市、ブルッセル市、または、または、は、ブルッセル首都圏地域を構成する最大の基礎自治体である。ベルギーの憲法上の首都であるが、実際には、ブルッセル首都圏地域全体で首都としての機能を果たしている。首都して、ブルッセルの歴史的中心部からなり、ロンドンにおけるシティに例えることができる。ブルッセル市は、 ブリュッセルの歴史的な中心市街地に加えて、ブリュッセル市都圏地域内のいくつかの地区、すなわち北部のラー県及び、並びに南部の及びから構成される。ブリュッセル市の総面積は 32.61km、2014年9月1日現在の総人口は173,540人で、人口密度は5,321.68人。 キロメートルである。また2014年時点で、ブリュッセル市の人口約17万人のうち、約6万人が外国人、うち3万6千人が EU 市民、2万4千人が非 EU 市民となっている。初期のブリュッセル市は、単に京野の内側の領域を指していた。都市の発展に伴って、周辺の村落も発展し、ついには一体の都市域となったが、各自治体は、 それぞれの領域を維持していた。1847年、市民の憩いの場となっていたへのアクセスを容易に、するために、の建設が決定された。ところが、この計画に対して、通りが町を横切る予定となっていたイクセルから激しい抵抗が起こった。長年にわたり、交渉が行われたものの成果がなく、1864年、ブリュッセル市は、最終的に、 通りの用地となる帯状の土地と、それに加えてカンブルの森を地域に編入した。その結果、ブルッセル市には南東部に奇妙に突出した形の地域ができ、また、イクセルの地域は2つに分割されることとなった。なおソルボッシュキャンパスもこの突出部に位置し、ブルッセル市の地域に含まれる。ベルギーの多くの基礎自治体とは異なり、 ブリュッセル市と県地域内の基礎自治体は1964年、1970年、及び1975年に実施された市町村合併の際に統廃合が行われなかった。しかしながら、ブリュッセル市は1921年にラーケお及びを編入するなど、歴史的に周辺自治体の編入を行ってきた。ベルギーの他の基礎自治体同様、ブリュッセル市の町は、 市長である。ブルッセル市長は、野とは異なる役職である。ベルギー憲法194条は、ベルギーの首都は、ブルッセル市であると定めている。条文上は、ブルッセル市の地に相当するフランス語の及び、オランダ語のが小文字で表記され、それぞれ、となっているが、このことをもって、全体としてのブルッセルが、ベルギーの首都であることを意味するという主張は、法的根拠に欠ける。 しかし実際には、ブリュッセル市は公式な首都ではあるものの、連邦政府及び地域政府から首都としてのブリュッセルに移譲される。財源は、ブリュッセル市を含むブリュッセル首都圏地域の19自治体間で分割され、また、ベルギーの国家機関は、ブリュッセル市内に限らず、ブリュッセル首都圏地域内の他の自治体にも多数、所在する。すなわち、憲法上は、 ブリュッセル市のみが首都とされているものの、事実上、ブリュッセル首都圏地域全体が首都として機能しているのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。